まったくヒヤヒヤさせやがって。よし、ウソップたちのところに行くぞ。ルッチを倒したルフィに、死んだと思われたガレーラの大工たちやフランキー一家の歓声が届く。彼らは谷底に落ちたとみられたが、ロープに体を引っ掛けて身を隠していたのだ。無事を喜び、自分たちも早く逃げようと行動を始める一味だったが、海軍に包囲され橋の支柱へと追い詰められる。絶体絶命と思われた瞬間、ルフィたちの眼下にゴーイングメリー号が現れた。皆で支柱から飛び移り、海軍の追手から逃げ切ることに成功する。ガレーラの船で一味を出迎えるアイスバーグ。そこで力尽きたように船体が崩れていくメリー。ルフィたちはメリー号に別れを告げることを決心。炎を放ち最後を見届けた。不思議なことに降り始めた雪に乗せ別れを告げるメリー号の言葉は、確かに皆の耳に届いたのだった。集結してる。あの時と全く同じだわ。それだけで。おい、お前ら状況が分かってんのか。周りは海、後ろからは海兵が押し寄せてきてるぜ。前に進むしかねえようだな。